そうは、言語学、文法学の用語で、術語が表す事象の完成度や、時間軸における分布の様子などの再化をもたらす、文法形式である。語交代や語形変化を伴う。そうはもともと、スラブ語に見られる、官僚性と不官僚性の対立を呼ぶ言葉であった。なお、ロシア語の場合、そうではなく、体を用いて、官僚体、不官僚体とするのが慣例である。 以前は古典語の文法解説において、ボイスをそうと訳しているものが多かったが、現代ではアスペクトをそうと呼んでボイスはわざと呼ぶようになっている。事象についてそうが表現する内容として、次のようなものがある、結果や経験を表す、完了症と出来事を全体として捉える、完結症はしばしば混同されるが、実は異なるものである。そうは多くの言語において、 自制と組み合わされた形態で存在するが、スラブ語などでは自制と区別される独立のカテゴリーを形成している。ロジ版でもアスペクトを表現する創生が魔性と法性に対して独立している。ただしこれらの西洋法は同じ統合論原理に基づいており自由に組み合わせられる。日本語ではというように助動詞、テイルがあると出来事の一部を取り出す。 非完結症を表し、テイルがないと出来事を全体として捉える、完結症を表す。なお、ると、たは、時勢を表す。また、雨が降っているは、出来事が継続していることを表しているが、椅子に座っているのように、テイルが瞬間的に変化する動詞につけられた場合、変化の結果が持続していることを表している。さらに、雨が降り始めた。 雨が降りやんだというように複合同士を用いることで様々な層を表す。なお、共通語では例えば同じ、買っているでも、彼は今帽子を買っている、彼は昨日この店で帽子を買っているのように振興証、完了証の両方に用いられる。しかし、西日本の方言では、前者の振興証を、買いよる、後者の完了証を、買うとるなどと区別することがある。 日本語文法では、アスペクトを、様体と表すことがあるが、様体という術語は競技に用いられることがあるので、注意が必要である。日本手話において、層の問題は研究途上にある。知られているところでは次のようなものが挙げられる。なおうちの説明部分が愛変化の文法的要素。続く部分が日本語を分け。ただし、現在進行型を取らない限り通常の動詞は、 終始症と考えられる。ロシア語では多くの動詞に関して官僚体と不官僚体がペアで存在する。例えば、と、など。官僚体の現在形は実際には未来を表す。形態としては、例のように、接頭時の有無のほか五感の形が少し違う場合、また全く異なる形態で示される場合もある。ありがとうございます。